日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら明治スーパーカップエッセルバニラのエッセルカップバニラだいわセブンイレブンのパンおこわおむすびとエッセルスーパーカップキャラメルチョコクッキーを食べたいと思いまーす。どうも。紹介早々バタバタしてるね。ではまず早速赤飯おこわから。こんな感じなのかな。まあ、結構赤みが強いように見えるんですけど自分だけかな。それじゃいただきまーす。チャンネル登録よろしくお願いします。スーパーカップもおこわも両方とも個性が光っていますね。これはかなり美味しい。おこわの方はちょっとピリッとくるし、スーパーカップはなんて言ったらいいんだろう、キャラメルが本当にまろやかで、これはそうですね。クッキーはさすがにあれはないですけど、それでもところどころで変化をもたらしてくれるのがいいです。キャラメル以外で味でも食べてみたいし、キャラメルと他の何かが合わさってるアイスもまた食べてみたいですね。もっともっと、なんかとっと食べたくなるような商品です。どんな味だったのか、この後ごちそうさまでした。最初に食べた赤飯おこわはもち米が結構凝縮されていて、パンの中間にもっちり食感を通り越して結構噛み応えを感じましたね。美味しいんですけど、いわゆる喉に詰まらせる心配が若干あるかもしれません。で結構黒ごまの塩が効いているのでピリッとした刺激もあってよかったです。なんだろう弾力のあるお餅が好きなのであればぜひ食べてほしいですね。一方の明治スーパーキャラメルチョコクッキーなんですけど、キャラメルのほのかな甘さとチョコクッキーのまあアイスの中で使っているのでザクザクはないんですけど、しっとりとした食感、ほろ苦さがよく合っていました。ただのチョコクッキーやキャラメルとはまた違った美味しさがあって美味しくてよかった。今回はちょっとどちらもそれぞれの個性が出ていて美味しいと思ったので両方とも5点とさせていただきます。それでは短い用を駅で過ごすや今日この日、いやいや駅で野宿するわけじゃないですからね自分が、という、ね、本日はセブンイレブンの赤飯おこわと明治スーパーカップキャラメルチョコクッキーを食べてみた動画でした。もし何か自分日常演舞に食べてほしい、飲んでほしい商品がありましたら、コメントや DM、Discord などに記載してくださいね。それでは、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。